ある日、ルカリオとゼラオラが不思議のダンジョンを冒険していました。しかし、ダンジョンに現れる敵は強く、ルカリオとゼラオラは死んでしまいました。そしてゾンビとなってよみがえり村を襲いました。という夢を見たルギアは再び寝るのでありました。ルギアはエスパータイプであるので、その夢は予知夢かもしれません。おや、なんとルギアはまた同じ夢を見てしまいました。今度こそいい夢を見るぞとルギアは再び寝る。しかし、何度眠っても眠ってもルギアは同じ夢を見てしまうのでした。ルギアは具合が悪く寝てないといけません。セレディから寝てなさいと言われてます。この夢は具合が悪いから見るのかもしれないとルギアは思いました。しかし、ルギアは気づきました。お月様がずっと同じ位置にあることに、時間が止まっているのです。
ルギアは自分のお腹の中でゼラオラが死んだ状況をなんとなく把握していました。しかしこれは夢の中、別に悲しむ必要はありません。ルギアはこの洞窟の探索に行きました。しかし、数時間後、ルギアはお腹が空いて力尽きてしまいました。ここで目が覚めました。月の位置は変わらず、そこにあります。ルギアは再び寝ます。そしてまた同じ光景。ルギアは再び戦い、人形を飲んで、ルカリオとゼラオラを飲み込みます。そして、先ほどの場面にたどり着きました。今度は先ほど進んだ反対方向に進んでみます。洞窟の奥に進むにつれ、ルギアは、お腹が空いてきました。ルカリオとゼラオラ、人形はすでに消化されています。リンゴが起きています。不思議のダンジョンで、リンゴが起きていることは普通のことです。なんと、リンゴが喋りました。リンゴはルギアを威嚇しています。気持ち悪いリンゴだったので、ルギアはリンゴを食べずその場を立ち去りました。そして数時間後、ルギアはお腹が空いて力尽きてしまいました。繰り返される夢。変わらぬ時間。病気で動かせない体。永遠の夜をさまよう一羽の鳥は寝ることしかない。時が動かない夜に見る夢はまるで現実と夢がひっくり返ったような感じです。少し違う行動をとればその夢は違う結果になります。今度はこのリンゴをいただいてみます。しかし所詮は小さなリンゴです。お腹いっぱいにはなりません。いいね。いいね。ルギアの胃の中が心地よかったので、リンゴは思わずルギアに感謝しました。いいね。いいね。なんと、
この気持ち悪いリンゴは洞窟の脱出の仕方を知っているようです。この冒険の続きはチャンネル登録者が6000人いってから。